にちは、タンパーズチャンネルの健太です。今日の動画は真冬の遠野岳、どうなりましたでしょうか。ご覧ください。おはようございます。今日は遠野岳行ってきます。ちょっと天気悪いんですけど、雪予報もあります。その前に帰ってくるつもり。ちなみに始発のバスはこちらから。今日はやっぱ少ないですね。でまた行ってきます。今日は丹沢の遠野岳、こちらを、大倉尾根をからピストンで行こうと思います。3時4時ぐらいから雪予報なので、それぐらいには降りてこれればなと思います。渋沢の駅からバスで20分ぐらいで大倉バス停で、コースタイムは大体3時間ぐらい。渋沢駅所が去年の7月だっけな、その時は5時間ぐらいかかりました。で前回のここ来たのが12月上旬時は一応3時間切れたので、今日もそのペースで行かれればいいかなと思います。行ってきます。今、初めて25分ぐらいで最初の休憩ポイントが着きました。登り始めてちょうど30分、ちょうど30分で、一回尾根に出ます。ここからちょっとは平らなので、休みながらペース上げながらって感じですかね。道はいいんだけど階段が苦手でね、膝痛くなっちゃうんだよね。マイペースで時間気にせずゆっくり登ります。ほらこの階段、木道もね凍ってて危ないね。一応チェーンスパイクも持ってきたけど、また大丈夫かな。なんかいい景色、いつかねいわゆる雪山も行ってみたいな。駒止茶屋
に着きました。ここもねお手洗いあるので、僕はいつもだいたいここで1回服調整したりそういうことが多いかな。ああ雪の上気持ちいい。結構積もってる。5センチぐらいあるのかな。カチカチですよ下。転んだら痛そうだな。ねえ本当はこの辺りから富士山が見えるんだけど、今日は当然見えない。ちょっとね前回12月の十何日かに行った時の写真見てください。すごいでしょ。もうずっと見えてて、その日はねあまりにも偉大で富士山様って一人で呼んでました。いやーでは最高に気持ちいい天気だったな。今日は今日で最高。これ晴れてればねいいけど、まあ全然景色が違って面白いです。で堀越の家、ここなんか甘酒とかあるみたいなんだけど、多分月曜日はやってないんだね、いつも。登り始めて2時間ちょっと。今、天神尾根の分岐を過ぎたところで、ちょっと傾斜のないとこ来たんで回し始めました。あ、見て雪だるまいた。危ない。これ今日じゃないねきっとね、溶けても忘れ物あるし。よいしょ。やっぱねこの大倉尾根、通称バカ尾根、尾根なんで時折こう風が抜ける場所があって、そこはねちょっと冷えますね。あ、ただ今回なんだっけ、メッシュドライテックとかそのやつ着てみたんですよ、勧められて。めっちゃいいです。もう見てる通り汗かきなんだけど、体は全然冷えてない。でこれ半袖なんですよ。半袖なんでそれの先の方はちょっとやっぱ冷えてる。寒いほどじゃないけど、だからこれ長袖もありですね。ちょっとこれだいぶおすすめかもしれない。ファイントラックの似たようなやつと迷ったんだけど、そっちは繊維が細くてなんか耐久性があんまりなさそうなんていうレビューを見たので、ミレの方にしてみました。これ正解。もう一枚ぐらい欲しいな。長袖欲しい。花立山荘まで着きました。ちょっとこの上結構凍ってそうなので、チェーンスパイクを履いてみます。よいしょ。一応ね昨日試着はしてみたんだけど、
Amazon で、よいしょ、これ邪魔か。Amazon で1900円ぐらいだったかな。ちなみにちょっとじっとするので先に上着を着ました。よいしょ。ああ簡単で履けていいわ。でこの雪ぐらいだから平気だなと思ったけど、ゲーターあった方がいいっすね、やっぱりね。ゲーターも揃えなきゃ。よいしょ。まあ寒い。さすがにじっとしていると寒いです。よいしょ。どうでしょう。なんかいいね。痛くもないし、良さそう。よし、これで最後。いきます。